どうもこんにちは。おかげさまでですね、前回から始めました成果報告がバイオリンの先生から申し出がありまして、中には自ら自分の成果報告をしたいということでですね、締め切った後にもかかわらずですね、中に出てくださった先生もいらっしゃってですね、やっぱり本当に参加するシンクタンクっていいな、参加するセミナーっていいな、そして何よりも実現するシンクタンクでいたいなというふうに思っていますので、皆さんこれからよろしくお願いします。皆様こんにちは、川崎市議会議員の、岩田秀隆と申します。新人ならではの、目線で話せることがあると思いますので、この場を借りて、報告をさせていただきたいと思います。私川崎市では、環境委員会というところに所属しております。でこの環境委員会、扱っているのが環境、港湾、上下水道、それから市バス、この4つを扱っております。9月の25日と、28日に、委員会での、発言質問というのがございました。で実は川崎市というのは、前もってですね、もう8月の中旬ぐらいに実は行政評価シートというのが全て出てきました。で実はその環境委員会、委員会では議員の発言というのはある程度裁量が認められておりまして、例えば市バスだけに特化して質問してもいいですし、公安に特化して質問してもいいんです。だから私はちょっと新人ということで、しかもせっかくね、行政評価シートがあるんですから、行政評価シートを使って4つの項目、全て質問させていただきました。でちょっとここで全て話すと時間かかってしまいますので、今回は、公安と、市バスについて報告をしたいと思います。でまず公安なんですが、川崎市は、川崎港というのがございます。で今ですね、清掃船、港を清掃する船ですね、これをちょっと電気船に変える、カーボンニュートラルじゃないですけども、電気船に変えると。でその時 の当局と話をしたんですが、この電気船、どれくらい費用かかるのと、通常船と比べてどれくらいかかるのって聞いた時に、約 1.5 倍だったんですね。それは分かりましたと、全国に先駆けて電気船というのをやるというお話だったんですが、じゃあこの電気船、性能も前に比べて上がっているのって聞いたら、いや何も変わりませんって言うんですね。なんじゃそれやと思いまして、で早速委員会で、ちょっともう、その電気船に変えるというのは、私は議員になる前に、私は4月に当選したばかり、まだ新人議員ですので、その前に決まっていたことなんで、そこはちょっと覆せないんですけれども、ちょっと今後どんどん船を更新していくということですので、ちょっと今後も注意させてもらいますと、一言言わさせていただきました。でもう一つの市バスの方なんですが、皆さんもご存知のように、世の中、コロナになってしまって、市バスの乗車人員というのはどんどん減ってきてるんですね。でそれが、アフターコロナになっても戻ってこないということで、市バスというのは、実は川崎市の市バスというのは、1路線を除いて全て赤字状態です。で、その市バスのダイヤも実はその需要に合わせて、減らしているということもあって赤字がついてるんですが、そこで私が委員会で述べさせてもらったのは、確かに需要が減っているのは分かると。でもその中には潜在的需要があるはずだと。というのも、例えばこれ私実際知り合いの居酒屋の人から言われたんですけども、コロナが収まってお店に人が戻ってきていると。ただやっぱり深夜バスが走っていないために、お客さんみんな早く帰っちゃったんですね。もう少し深夜に少しバスを走らせてくれれば人が残ってくれる、それで経済が回るんだからという話を実は聞いておりまして、当局の方に、そういうちょっと潜在的需要も考慮した上でバスのダイヤをもうちょっと改正していただくよう申し込みました。はい。で、今回その行政評価シートを使って質問したことで、感じたことなんですが、この行政評価シート、その評価が客観的かどうかはさておき、この評価シートをどう使うというのは議員の腕次第なんですね。パッと見、そのいやこの事業とこの事業って合併できるんじゃないのとか、この事業ってちょっともう続けてて意味があるのっていうのを、それを見抜いていくのはもうあれ、私も全然まだ未熟ですので、これから経験を積んでそれを見抜いて、いきながら、この行政評価シートを利用して、市の改革に進めてまいりたいと思います。で、ちょっと余談になるんですが、実は川崎市というのは、私日本維新の会なんですが、全部で、5人議員がおりまして、で実は私以外全員女性なんですね。ちょっと全国でも珍しい、全国全て見たわけじゃないんですけども、ちょっと珍しい会派となっておりまして、男性は私一人ということで、いろいろ気を使う毎日で、神経すり減らしながら頑張っておりますので、以後よろしくお願いいたします。ありがとうございます。事務事業評価をですね、ぜひ読んでいただくと面白いことばっかりで、面白いっていうのはいろんな意味で面白いものが大群事業として並んでいて、今日議員さん以外の普通の、勉強に来られている方々もいらっしゃいますけれども、ぜひ眺めてみてください。そうするとこれおかしくねとかっていうのが見つかるので、そうしたらば議員さんに伝えると
外国人議員さんが質問してもらえるっていうような形になっていくといいなというふうに思ってます。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。